どうも、映画トークチャンネル、余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとうね。私、映画チンピラジャガモンドの斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気もまにしていこうというチャンネルとなっておりまーす。今回ご紹介する映画はこちら。はい。ビバリウムという作品でございます。えー、今回ですね、この作品の感想を えー、ノーカット、ノー編集、ノーテロップでお届けしていきたいと思いますので、えー、ちょっと見づらい、聞き取りづらいという方いたら、大変に申し訳ございません。素材そのままでお届けさせていただきます。えー、今回は私こちらオンライン社会で、えー、鑑賞させていただきまして、えー、感想を述べていきたいと思っております。はい。ということで、前半は、まあ、ネタバレなし、えー、まあ、特にね、知らなかった、見、見、見る気、特になかった知らなかったノーマークでした、みたいな方に向けてお話をして、後半はま、ちょっとな、若干のネタバレ、えー、 まあ本題に絡みはしないようにしますが、えー、ちょっと話をしていきたい、分けていきたいなと思ってます。ちなみにまあここの、えぇ、ー、黒板に書いてあること、特にまあネタバレしてるようなことは書いてないので、ご安心ください。僕の価値観ですからちょっと分かりませんけど、あの、別に展開的なことは書いておりません。はい。で、こちら、ビバリウね。はい。えー、まあその、まずですね、ライトに行きたいと思うんですが、 第一印象といたしまして、まあ、簡単にね、簡単に言っちゃうと、非常に胸くそ悪い、そして気持ちの悪い、そしてスッキリしない作品でございました。えー、作品内でまあ,あることが起きて、えー、あるとんでも展開というかね、とんでも設定なので、あるんですが、そこに対しての、まあ、ある意味回答みたいなもの、作品内では基本的には提示されません。はい。えー、なので、まあ見終わった後も、もやもや、 なんだったんだあの気持ち悪いって感じの、えー、気持ちがずっとこう、あと尾を引くような感じでしょうね。はい。えー、まあ、ですがこれ、考察、非常に考察違いがあると思いますし、えも、ー、う、まあ、おそらくこれ公開されてからいろんな方々が考察したりとか、えー、僕ちょっとパンフとかね、まだ手に入れることができてないので、監督の、えー、インタビューとかですね、えー、いろんなところで情報がポツ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 ,ポツ出てきて、えー、あなナロードそういう解釈があるのかっていうふうに楽しんでいく、そういう含みがある作品と、えー、なっております。まあ、ちなみに、まあ、僕的に、 でですね、あのー、まあ、もちろん監督がね、本人こう言ってたとか、いろんなこういう、えー、発言が、公式の発言があって、あ、こういう映画なんだっていう回答されていくと思いますが、まあ、 基本的には、えー、自分が体験してるこの人生と重ね合わせることもできる映画かなと、えー、僕は思いました。どういうところがそういう風に感じたのかっていうのはね、後半話をしていきたいと思うのですが、なので、それこういう胸くそ悪くて後味そんなに良くない、むしろそれが楽しいと思える方、そしてまあ、スリラーとか、ホ、え、ラー映画お好きな方だったらですね、まあ、絶対に行った方がいいと思います。えー、この、監督、 監督の名前だけでもね、ぜひ今日は覚えて帰っていただきたいという気もしております。ロンカン・フィネガンであってますかね。ロンカン・フィネガンさんでいいのかなすいません、失礼。もう早速間違えてます。ロルカン・フィネガンさん。はい、この監督、新鋭の方でございます。また嫌な監督が出てきました。ねえ。うーん、多分ねまあすごく好き嫌いは分かれるけれども、えー、とても怖くて不気味な。 気持ち悪い監督がまた世に出てきてしまったなぁというような感じがありますね。はい。なので、まあ、そういうのがね、お好きな方は絶対に行った方がいいと思います。はい。えちなみに、まあ、話、どういうあらすじかっていうところから、えー、中身の話をしていきたいと思いますね。なので、えー、まあ、この時点でもうちょっと気になったよっていう方、この動画をそっと閉じていただいて、劇場に足をお運びください。はい。で、まず、あらすじといたしましては、まあ、夫婦、ね。 えー、新郎新婦、えー、ございます。えー、こんにちは、奥さん。奥さんはですね、学校の先生、やってらっしゃいまして、えー、旦那さんは庭師という仕事なんですが、まあ、マイホームね、お家住みたいわ、マイホーム欲しいわ、なんていう夢を、夢をですね、掲げながらですね、ある日不動産屋さんに行ったんですね。そうするとですね、まあ、七三分けのぺったり、ポマードぺったりみたいな、えー、案内人、マーティンだったかな、が現れてですね、いいとこあるよ、つって。 えー、案内するよって言うんですね。ただちょっとまあ不気味というか表情とかもなんかこうおぼつかない感じというか、えー、綺麗すぎてちょっと気持ち悪いような、えー、感覚ですかね。なんかすごく、えー、繊細でこう神経質な。 えー、整理整頓とかきっちりしたいタイプの、えー、そういうような、なん、なんていうか、そっちの方の変な感じの人、えー、に案内されて、まあ、ある土地に行くとですね、えー、まあ、住宅街になってるんですね。しかも無限に広がる、まあ、この写真にあるような、無限に広がるこの住宅街、ブワーっと並んでいて、ここなんかどうですかなんて、まあ、内見ですよ。案内をしていくと。で、まあ、まあまあまあ悪くないわね、みたいな雰囲気になってると、そのマーティン、不動産屋さんの音が消えちゃうんですね。いきなり。 あれなんつって、どこ行ったのなんつって。で、車もない。まあ、マーティンのね。あれ、どこ行ったんだろうなんつって、えー、夫婦が、ちょっとまあ、今のうち、抜け出そうか、みたいな。まあ、その時はね、この旦那さんも、ちょっとこう、えー、イケイケ、ジェシアイゼンバーグも、ちょっとこう、ノリノリの、まあ、ちょっとオフだけ感ある、満載のキャラクターなんですが、えー、まあ、じゃあ、車で、いや、ほっとこう。うん、行こう行こう。つって、車乗って、出ようとするんですが、出れない。この住宅街から出れない。えー、その、マーティンに案内された9番というですね、内見をした、 家にどううししててても戻ってきてしまうそして日が暮れてってっしまう、えー、どうやったらこの町町というか家というかこの住宅街が出れるのかどうなのかというような不思議なスリラー映画でございます。はい ま、このね、あらすじでもうちょっと面白そうだな、えーという方、また気になった方予告編見ていただいて、えこれいいじゃんって思う方ぜひね、足を運んでいただけたらなと思ってます。で、こっからはですね、ま、ちょっと、ま、内容というか、ま、もちろん、直球ネタバレはもちろんしないので、えー、若干ネタバレあるかもしれませんが、えッがっつりネタバレするときは、またその時にアナウンスさせていただきます。はい。ビバ、ビバリウム。ね。ちょっと僕毎回ビブラニウムって間違えちゃうんですね。 えー、ある映画を見すぎているのか。ね。えー、3月12日公開ロル。ロルカン・フィネガン監督。ね。新鋭の監督でございます。で、えー、まあね、監督もまあ、そうなんですが、まあ、ここも後で触れましょうかね。あのー、まあ、これ、映画、どういう話か、えー、一言でまとめますと、コピペ地獄、えー、という風にまとめさせていただきました。 コピペ地獄、サブタイトルとして単一化された無味無臭の家。まあ家というか、環境、価値観と言い換えてもいいかもしれません。そういう映画だなぁと私は、えー、思いました。えー、なので、ここからはですね、ちょっと僕の、まあ、独自解釈みたいなところになると思います。えー、参考文献特に今ないので、えー、僕が思う、えー、感じです。だから正解ではないです。僕が思うは、こういう風に見て楽しめましたっていう話をさせていただけたらなと思っています。 コピペ地獄。え、何のことを言ってるのか。まあ、わかると思います。この、ポスターにある通りね、この、同じような、色、同じような間取り、同じような外観をした、えー、家、一軒家が、まあ、ほぼ二階建てなのかな。ブワーッと無限に並んでいる。で、向かい側にも同じような家がブワーッと並んでいる。もう、コピペですよ。つまりね、えー、コマンド C、コマンド V、コマンド C、コマンド V、コマンド V、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 ブ V、V、うん、V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 、 で、なんならその案内してるマーティンも個性があるのか何なのかわからないなる。まるで何かのコピーペーストをしたったかのような感覚。うん、また、この背景ですね。えー、ちょっと映ってますかね。ここの空です。はい。空がですね、これ、この、この住宅街に入った瞬間ですね、この空がわかりますかね雲がね、わ、えー、かりやすく言うとトイストーリーのアンディの家の背景のあの雲。 この単一化された似たような雲がブワーって並んでて、まあ異空間に来たような感じになるんですね。で、このコピペという感覚が非常にまあキーワードかな。まあこれがすごく視覚的にも気持ち悪いし、えー、このコピペというのが、えー、まあちょっとこう効いてくる、えー、展開にもなっていて、 なんか気持ち悪いという風な感覚に陥るので、ちょっとキーワードとして入れておいた方がいいかもしれません。で、これを深く掘り下げるとすると、単一化された無味無臭の家という風に書かせていただきましたが、この家の中に到着した時に、まあ、イチゴとかまあ食料があるんですね。で、イチゴを初めて、この地域でですね、食べた時に、味がしないと、えー、夫婦が言うわけですね。うんうん。どうやら味がしないらしい。で、そこから出てくる食事も、 なんかね、味わってないというか、えー、まあ、美味しくなさそうという食事が続くんですね。まあ、無味無臭というのは、まさにその食事ということもそうですし、えー、そのコピペされた家、つまり個性がない、えー、同じような窓にもの、同じような家というのが並ぶことによって、個性がなくなってしまっている世界。 というところの意味での無味無臭の家という風に書きました。で、家というのは家だけじゃなくて、この環境、取り巻いてる環境自体が、なんだか、えー、個性のない、オリジナルのない、コピペされたような、コピペで作られたような、えー、そういう世界になっている。で、まあ、なんていうのかな、えー、トゥルー、トゥルーマンションみたいな、あのー、ちょっとね、あのね、なんていうのかな、こう見てる感覚としてね、 こう外、外なんですよ。家だから。外、外なんだけど、外に立ってる家なんだけど、なんか大きなドームだったり、大きなスタジオ、大きな建物なの中に閉じ込められたっていう感覚が異常にするんですね。で、それが、一番、音響と書きました。はい。これがですね、えー、まあ、 これ、ま、えっと、これ見ていただければわかるんですが、普通こう映画の中でも、外で喋ってる時って環境音が入るんですね。例えば風の音なのか、えー、遠くの車の音とか人の声なのか、えー、そういう音が入ってます。で、これは演出、演出というか、えー、まあ自然にこう聞かせ、聞かせるこの場が、そういう現実の世界なんだとリアリティを持たせるために環境音っていうものが入ってるんですけど、ビガリウムはですね、この、 住宅街に、まあ、ほぼ住宅街でしかない映画、ほぼ全編そういう映画なんですけど、この住宅街に入った時からの音がちょっとおかしくなるんですね。ちょっとね、スタジオで撮ってるような感じなんですよ。ちょっと反響の仕方とかが。だから、そういう意味で言うとリアリティじゃない。なんか作られた世界の中で喋ってるような感じがする。反響の変わり方ね。うん。あと、まあ、ある人物の声、うん。とか、 え、その環境がない感じ。この音響の気持ち悪さみたいな、音での気持ち悪さ。もう僕ちょっとね、オンライン社で見させていただいたので、映画館で見る方、特に大事だと思います。この音響、ね、映画館の音っていうのはよくこう、ね、すごくド派手な演出とか、ド派手な爆発音とかっていうのから、映画館を、映画を映画で見なきゃねっていう方、多いと思うんですが、実はその逆もしっかりでございまして、静かな場面、静かな、えー、シーン、静かな映画だからこそ、繊細に音をこう積み重ねていく演出、 っっっっててていうのがすごくくねやっぱ気を使るるよあんですで今回のビバリンはまさにそれだと思いますだからこれ劇場の中でシーンと静まった中、まあ、マナーがね悪い人がいれば、うん、残念ながらってことになっちゃうと思いますがそんな人はいないんでしょうシーンと静まり返った中この音を聞くと多分ねすごく変な気持ち悪い感じになると思います外の、えー、景色のはずなのになんか中で撮られている人工的な感じの音がするという、えー、感覚にとらわれるんですね。でここの僕これあそういうい感じにするな 後付けじゃないですよ。そういう感じがするなって思って、えー、ビバリウムの、えー、ホームページを見させていただいたときに、音楽と音響デザインっていうところにですね、クリスティアン・エイドネス・アナスンさんという方の名前がありました。で、この人が誰の作品よくやってるか、ラース・フォントリアでした。はい。まあ、なるほどという感じですよね。えー、つまり、 このさこの、えー、ビバリウムの作風というものを、まあ、ちょっと象徴している一つ座組かなというふうに、えー、思いました。はい。で、 えーまあ、こういうね、そのまあ見た目的にも視覚的にも聴覚的にも単一化された無味無臭の雰囲気コピペされたコピペ地獄というものが、えー、取り巻く、えー、スジラ作品なんですがこの3の周囲の価値観というところに、えー、触れますがですね、えー、僕はですねこれ、まあ、今設定を言うとすごく非常にぶっ飛んだ、えー、このチャンネルでも扱わせていただきましたプラットフォーム、えー、あの SF 映画ですねそれにちょっと近いような印象を受ける方多いと思います。まあ、まあ、不思議 世界みたいな、えー、感じだと思うんですが僕はその中を通してですね、ちょっとこう、既視感をちょっと、えー、覚えてしまいました。それはですね、えー、まあ、お仕事とか旅行とかで地方に、えー、行かせていただいたとき、まあ、地方で美味しいもの食べようぜ、みたいな風になりますわな。で、こう、駅前とか商店街とかをこう、マッと見たときに、えー、皆さんも体験あるんじゃないでしょうか。えー、その土地ならではのお店とか、その土地ならではの食事を食べたいなと思ってるのに、あれマック え、松屋え、吉野屋みたいなことがよくある。つまり、東京で、まあ、えー、今見てる方ね、住まれてる方、いろいろいると思いますが、東京とかその都心っていう、と、主に都内、都心っていうところにおける、その、フランチャイズ化というんでしょうか、お店、えー、のですね、まさにコピペ現象が日本で起きてる。 わけで、すよねでこれはですね、まあ、僕海外詳しくないですが、例えばジョ、ジョージ・エロメロがね、えー、ゾンビ映画を、えー、撮った時、えー、2作目、ゾンビシリーズ2作目、を、えっ、ー、ゾンビを撮った時とかですね、えー、同じようなことですよね。ショッピングモール、大型ショッピングモールが80年代でバーッとできちゃって、それによって、えー 小型のですね、個人経営でやってるようなお店が潰れてっちゃった。どんどんこのショッピングモールの中で収まるようになってきてしまったという、まあ、社会問題みたいなものがあったりとかしますよね。だからおそらく結構これって共通している問題なのかなと。まあ僕はちょっと偉そうに世界のことは語れませんが、え、一、30歳男性がですね、日本人としてこう暮らしている中で思うこの日本国内いろんなところいるな、行く中でもコピペっていう感覚って、 非常にあると思うんで、その土地ならではのもの。まあ、ちょっとね、こう、屋外というか、屋外あの、郊外みたいなところをね、街外れとか行ったり、スポット行けばそれはそうなんだけど、駅を降り立った時の感覚、まさに無味無臭。えー、個性がないというと、ちょっと激しい言い方になっちゃうかもしれませんが、一つの、パッと、一つのカット、 アングルでその風景を見た時にあれ東京と変わんないじゃんとか皆さんが住んでる土地と変わんないじゃんっていう感覚ってすごくあると、えー、思うんですね。はい、でその、えー、まあ、それがねいい悪いとかそういうことではなくて、えー、そういうふうに、えー、なっていく中でこの夫婦っていうのは、えー、家を求めてるわけですよねマイホーム。ただうーん難しいのがこの夫婦ね、えー 特によくわかんないんですね。バックボーンがなかなかちょっとつかみづらい、読みづらい部分もあるんですが、なぜマイホームを、まあマイホームそりゃね、求めるだろう。結婚したら家族持ったらっていう、うーん、考えってありますよね。でもその価値観自体どうですかっていうことですよね。うん、あのー、 家族になったらマイホームが欲しいなーってなんとなく思うという。まあ、例えばすごくいろんな事情があってとかっていうことを語られてるならまだしも、おそらくね、空っぽの主人公として割と描かれてると思うんですね、今回。えー、特に感情移入するタイプの主人公としては、明らかに脚本の中で描かれてないし、話のテンポ的にもそうではないという感じなんです。だからなぜ彼女たち、彼らが、えー、どういう家族を目指していて、どうしてマイホームを 欲しいのかっていうところはあまり深く描かれてない。ゆえに、あらゆる人に当てはまっていくことだと思うんですが、えー、彼らにとっては、例えば子供が欲しいってちょっと思っていそう。まだ子供はいるんですが、まだ子供はできてませんよ、みたいなところとか、えー、いつか子供欲しいと思ってるのかなジェシー・アイゼンバーグはどうなのかなとかね。思ってなさそうだなとか。えー、マイホーム欲しいとかって、この価値観。うん、えー。夫婦としてはこれをかこういうふうにしていきたいってなんとなく思う。あと、車の、えー、セリフもありました。 え、車、ね、冒頭、あの、に、庭職人やってるんだけど、え、こういう車が欲しかったりするなよ、みたいなことを、ふらっと、こう、ちょっとこう、うんさらっと、こう、会話程度に、こう、語る場面がある。これは熱弁とかじゃないです。もう、僕らが日常会話するな、いいよね、お金があったら、1000万円明日振り込まれたらいいな、ぐらいの感じの、なんかこう、夢物語的な感じで、語っている彼らの幸せの価値観。これを手に入れれば幸せなんじゃないか。いや、物ですよね。物理的なもの。 的幸せと言うんでしょうか。そういったものを求めてる夫婦にすごく見えるんですね。で、これはですね、良い,い悪い悪別としてですよ、えー、この、まあうん、物理的な <laughs>、えー、ものに対して、まあ、幸せを求めるこの価値観。誰から教わった価値観なのかっていうことですよね。うん なんでマイホームが欲しいのなんで子供が欲しいのなんで車が欲しいの、まあ、自分には当てはまりますよ。一人暮らししたいとかね。あれが欲しい、これが欲しい。なんでそう思うのって掘っていった時に、それってもしかして、誰かの価値観のコピペなんじゃないでしょうかっていうこと、じゃないでしょうかっていうふうに僕は、このビバリウムを見ました。はい。えー、僕たちが追い求めてる、この幸せになりたいなその気持ちは大事ですよ。でも、 これを手に入れたら、マイホームを手に入れたら幸せなのかってことはちょっとわかんないじゃないそこまで行くと。でも、欲しいと思ってる何かはあるわけじゃないですか。それって、なんでっていうことですよね。それ自体が誰かからのコピペなんじゃない誰かがやってるから羨ましいな。誰かがやってるからそれがモデルケースとして羨ましいなと思ってやってるんじゃないですかって。だからこの住宅が入るときに、ようこそ我が町へみたいな感じで大きな看板、バックズ・フ吹ーチャー出てくるような、ほら、住宅街の前に置いてあるさ、住宅街の宣伝看板みたいなのあるじゃない あそこにも理想の夫婦像、家族像みたいなのが描かれてるんですけど、いかにも非常にコピペ感があるんですよね。誰かの価値観のコピペなんじゃないかというふうに、私はこの映画を捉えました。はい。えー、なので、その作品内でいろんなルールとか、飾らない部分とか、まあ、か不思議な展開とか、描写はあります、もちろん。ただ、えー、決してそれが、えー、非常にこう、ジャンル映画的に特化して、えー、描いてるというよりは、その、 ちょっとこう、ある意味こう、デフォルメしたような、えー、したようなですね、そういうこう、誇張したような、えー、あえてそういう SF とかスリラーとか、えー、ちょっとまく不思議な、えー、ものに、えー、寄せてですね、撮ってるように見えて、実はその先にあるものっていうのは、うーん、誰もが感じたことのある価値観の違和感、コピペなんじゃないかな。 えー、というふうに思うわけですね。さっきの都市の話もそうですが、どこ行ったって同じような店が並んでるということも、やっぱりこう、ある意味こう、うん、このお店って美味しいっていうかね、それをこう、まあ、洗脳って言いう方あれだけども、えー、自分たちは、えー、コピペラにされてる上で成り立ってる人生なんじゃないかって、ちょっとこう、考えてしまうような作品になってるんです。だからこの、えー、ロルカン・フィネガンさん、毎回ちょっとごめんなさい。ロルカン・フィネガンさんは、もしかしたら、 ホラーの新鋭と言われてますけども,もしかしたらそういうこう誰もが人間が抱えているこの悩みとかですね、えー、そういうこう価値観社会,性社会派の監督なのかもしれないともちょっと思いましたまあそれを語るのは SF とかホラーなのかもしれませんがそういう質のあるちょっと要注意人物の監督かなって思いましたはい えということで、今回ですね、ビバリウム3月12日公開の作品、僕なりの独自に思った解釈で話してます。皆さんはどういう風に感じられたでしょうかぜひ皆さんですね、劇場を見ていただいてですね、劇場で見ていただいて、作品のコメント、ぜひしていただけたらなという風に思っておりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくれてありがとうね。